はいはい、ちょっと失礼するよ。どうしたんだいじゃないわよ。いつまで待ってればいいわけ？私の記憶が確かなら、惑星ロームの衛星軌道付近に到着してからもう半日は経っているはずなのですが。館内放送があってから13時間38分経過しています。もう待ちくたびれちゃいましたよ。まだ港に入れないんですか？もう目と鼻の先じゃないですか。早く入りましょうよ。そうもいかないんですよ。今は順番待ちをしているところなんです。いくらバーゴの宇宙港がローム政権一の規模を誇るとはいえ、あれだけの数の軍艦が次々と入港するには時間がかかりますからね。それにしたってエルシオールを優先して入れてくれても良さそうなもんじゃないか。そうですわ。私たちはトランスバール本線からここまで芝王子をお守りしながら危険な旅を続けてきたのに。長い道のりでした。さっき入った連絡によると、芝王子の出迎えの準備でバタバタしているんだと。出迎えの準備？そんなのどうだっていいと思うんだけどね。タクトさんが司令官になってくれたからですよ。私たちこそお礼を言わなきゃ。そうそう、あんたはよくやったよ。エルシオールの中に閉じこもっているのと船の外に出られるのとでは運命の差がありますわ。うるさいぞお前ら。今を持て余して騒ぐくらいならここから出ていけ。マイヤーズ司令、ルフト准将より通信です。タクトマイヤーズ大佐、機関に司令部からの命令を伝える。エルシオールはローム星系標準時間一蓋〇〇までに都市衛星ファーゴの宇宙港へ入港せよ。そこで芝王子をお迎えするための使節団が待機しておる。使節団の警護のもと、芝王子にはファーゴに設けた離宮へお移りいただく。その後機関は1400に軍の緊急対策本部まで出頭せよ。以上じゃ。わしは一足先に本部で戦況報告をしておる。後で会おう。宇宙港の管制局から通信です。本艦の入港許可が下りました。はい、何でしょう。ウギウギはとても元気です。これから公園にお散歩に連れて行こうと思っています。
では一緒に。ウギウギも喜んでいるようです。いつも私の部屋の中で暮らしていますから、時々こうして広いところを走らせた方がいいと黒見えさんが言っていました。何ですか？え？待って、ウギウギ、あんまり遠くに行っちゃダメ。でも心配で。待って、こっちにおいで。ウギウギ、ほら、こっち。あ、いい子ね、おいで。えい。タクトさんも手伝ってください。ウギウギは元気です。大丈夫です。そうですか。楽しい？楽しい。楽しい。そう、私、楽しいんですね。確かに、ウギウギの世話は大変で疲れます。でも、その疲れを心地よいと感じている私がいます。そうですか。ではわたしは最近、タクトさんと一緒にいることも心地よいと思えるのです。それも良いことなのでしょうか。よかった。はい、それでは。これはマイヤーズ氏で、いらっしゃいませ。すでに王子はお支度を終えられ、先ほどから中でお待ちでございます。どうぞお入りください。はい、ここを引き払う予定でおります。今日まで本当にありがとうございました。あなた様もお元気で。さあ、王子がお待ちかねです。どうぞ。マイヤーズ、待ちかねたぞ。いや、良い、責めているわけではない。時に出迎えの施設団とやらの報告を受けたのだが、人数が300人余りというのはちょっと多すぎるのではないか。そうすると、このファーゴにもエオニアの手が伸びる恐れがあるということか。
そうなのか。では私は外に出るたびにそんな物々しい警備を従えるのか。面倒なものだな、皇族というのは。私はこれからずっとそんな窮屈な時間を過ごさねばならんというのか。シャトヤン様ともしばらく会えなくなるのだろうな。そなたの頭には楽観的な考えしか浮かばんのか。おかしな男だ。少々退屈ではあったが楽しい旅だった。役目大義であったマイヤーズ。それといつかトランスバール本線に向かう時が来たら、その時にはまたお前の船に乗りたいものだ。間があったな。私のお守りはもうごめんというのが本心か。広告の無人たるもの、奇襲にはいつでも備えておけ。全艦に連絡します。エルシオールはただいま都市衛星ファーゴに入港しました。時間か。世話になったな、タクトマイヤーズ。別にそこまでついてこなくてもよいぞ。そうか、ならばついてきてもよい。参ろうか。おお、タクト、ようやく着いたか。ああ、いや、そういうこととは少し違うのじゃがな。おお、君がマイヤーズ大佐か。困難な任務をよくぞ見事に務めてくれ。いや、ご苦労だった。大佐の噂はルフト准将より聞いているぞ。迫り来る反乱軍の追手をかわし、シバ王子をお守りした広告の英雄。いやいや、そうかしこまらなくてもいい。反乱軍のただ中を単独突破してきたら、君は広告軍人の誉れだよ。お言葉ですが、ジーダマイヤ閣下、エルシオールにはかのエンジェル隊と紋章旗がついていたのです。どんなに無能な若造であろうと、ここまで逃げてくることぐらい苦もなかったことでしょなるほど、それもそうか。見ての通りじゃよ。さっきからお前に早く会わせろとせっつかれておってな。どうかしたかね、マイヤーズ。おお、なんと熱心だ。さすが迫り来る追っ手をかわし、シバ王子をお守りした広告の英雄。頼もしい限りだな、マイヤーズ。君のような猛将がいればトランスバール本勢を奪還するのもそう多いことではなさそうだ。同感であります、ジーダマイヤ閣下。
それは君の士気が悪かったからではないのかね。現に先日奴らは我が軍の攻撃を受けて尻尾を巻いて逃げ出したではないか。まあ待ちたまえ。現場の意見は尊重して聞こうではないか。しかし案ずることはない。マイヤー、総攻撃をかけるのは各地から集まってくる友軍が揃ってからで十分だ。その上迫り来る追手をかわし、芝王子をお守りした広告の英雄が先陣に加わってくれれば、これほど心強いことはない。同感であります、ジーダマイヤ閣下。迫り来る追手をかわし、芝王子をお守りした広告の英雄がいれば、勝利は決まったも同然。エオニアなど恐るるに足らず、我々の勝利には芝王子もお喜びくださるだろう。戦後の論功交渉が楽しみでありますな。芝王子をお迎えできた今、我々は一層力を合わせ、より多くの知恵を出し合い、この困難を乗り越えようではないか。異議なし。では、これにて本日の会議を終了する。ご苦労、タクト。はっきり言ってその通りじゃ。もっとも先日までは戦う戦わない以前の問題でずっと会議は空転しておったのじゃがな。そうじゃ、自分の立場を有利にしたい連中ばかりでの寄せ集めの舞台ということも災いした。指揮系統も混乱しておって、明確な意思決定すら満足にいかぬありさまよ。言わんでくれ、耳が痛い。おまけにこの間の戦いでうっかり大勝ちしてしまった。今や上層部の頭にあるのは、いかにエオニアと戦うかではなく、エオニアを討伐した後の政権の構図じゃ。それをきちんと認識できる首脳が揃っておれば、こんな苦労はしておらんよ。落ち込んでいるところ悪いが、さらに悪い知らせがあるぞ。3日後、芝王子を歓迎する舞踏会が開かれる。その舞踏会にお前も出席せよとの命令じゃ。今度こそ文句なしに見せ物じゃな。何を言うとるか。お前は迫り来る反乱軍の追手をかわし、芝王子をお守りした王国の英雄なんじゃぞ。少しばかりふざけが過ぎたか。まあ見せ物であれなんであれ、これでしばらくは休めるのじゃ。無人艦隊との戦いでお前も疲れていよう。エオニア軍の皆さん、お前と合流した時に戦ったあの寝返った軍人のことか。なんと、エオニアにそのような配下がおったとは。わしらが戦ってきたのは無人艦ばかりだったが、
体どこの何者じゃ。よし、情報部に調査させよう。しかしエオニアの部下とどこから湧いて出たんじゃ。広告外の辺境と考えるのが妥当じゃろうな。この騒ぎが終わったら調査隊の派遣を検討してみるべきかもしれん。おお、ちょっと待て、一番大事な要件を忘れるところじゃった。マイヤーズ大佐、期間は舞踏会の翌日をもってエンジェル隊およびエルシオールの司令官から解任される予定じゃ。エンジェル隊とエルシオールは引き続きファーゴに留まり、シヴァ王子の護衛に当たる。お前はやがて発動される広告本性奪還作戦の中で艦隊の一つを任されることになるじゃろう。今日までご苦労じゃったな、タクト。いずれ正式な辞令が下ると思うが、寂しいかの。ところで、その節目となる舞踏会じゃが、お前の他にエンジェル隊にも参加してもらいたい。エンジェル隊もお前と共にシヴァ王子を守り通した功労者じゃからな。好きなだけ着飾ってもいいと伝えてくれ。感情は軍に回すがいい。わしらからできるせめてもの礼じゃよ。では今日はこれまでじゃ。エルシオールに戻って残務の整理をしておけ。おお、そうじゃ。一つ忠告しておくがの。舞踏会に招待されたのはエンジェル隊全員じゃが、お前が最後のダンスのパートナーに選べるのは一人だけじゃぞ。最後のダンスに誰を誘うか、一見些細なことに見えて、こういうことが後々の人生まで左右したりするものじゃ。いやいや、私のような人生の大先輩からの助言には耳を傾けておくものじゃぞ。誰をエスコートするか、後悔のないように選べよ。タクトさんいなくなっちゃうんですか。ということは俺も一緒にこの船を降りるってわけだな。私たちせっかく今までうまくやってこれましたのに、今からでもなんとかなりませんの。そんな命令聞くことないわよ。それとも私たちと別れることができてせいせいするとでも思ってるわけ。残念です。私タクトさんとご一緒できて楽しかったです。行かないでください、タクトさん。私、タクトさん以外の人が司令になるなんて考えられません。
そうだね。それが軍人として当然の務めだ。あんたたちも明るく送り出してあげな。それが私たちの務めってもんさ。え？今、なんて言ったの？舞踏会？ランファ、今、目がキラーンって光った。まあ、ずいぶん気前の良いお話ですこと。ふん、それじゃせいぜいボーナス代わりにブランド物でも買いあさってやろうかね。舞踏会よ舞踏会。はあ、どんなドレス着ていこうかしら。ここって高級ブランドのお店がいっぱいあるんだよね。楽しみだな。そうだな。そうだな。で、最後の舞踏会では誰をパートナーにするつもりなんだ？ルフト准将から連絡があったんだ。ちなみに俺は出席を断った。見せ物にされるのはごめんだ。お前はエルシオールの代表だ。せいぜい見せ物になってこい。広告の英雄殿。ともかく、せっかくの機会だ。誰をエスコートするにせよ。楽しんでこいよ。そんなに深く考えなくても、お前が気に入ってる人間でいいじゃないか。んじゃ、俺はここで。お疲れさん。何？何のこと？ノアはノアよ。決まってるじゃない。お兄様がいるわ。今近くに来ているの。アクセサリーって何？そんなことよりあなたは誰なの？名前を聞くときは自分から先に名乗るのが紳士の振る舞いだってお兄様が言ってたわ。猛将棋を指揮していた人？ええ、とても有名よ。タクトのことはお兄様もお兄様の周りの人間たちもよく噂してる。軍人って何？だったらお兄様は軍人ね。たくさんの宇宙船を指揮して戦っているの。そうよ、お兄様は強いの。お兄様には誰もかないっこないんだから。猛将棋を見てたの。綺麗ね、これ。
の紋章機欲しいの。ねえタクト、これノアにちょうだい。どうして？つまんない。ねえ、どれか一つでいいから。なんだ、タクトのケチ。別にいいもん、ノアだって作れるもの。違うわ、本物よ。それに作れるのはノアだけ。いいもん、白いのと黒いのと2つ並べたら綺麗でいいなって思っただけ。それにノアが作った方が強いもん。だからもらえなくても平気なんだから。いいだ。いいですか？お仕事忙しくありません？タクトさん、舞踏会でエスコートするパートナーは、その、決めてらっしゃいますか？本当ですか？それじゃあ、その、私、パートナーに立候補してもいいでしょうか？はい。舞踏会が終わったら、タクトさんは、いなくなっちゃうんですよね。だから、せめてそのギリギリまで、タクトさんの一番近くにいたいと思って。そんなに深刻に考えないでください。エンジェル隊は5人いるから、よかったら私をどうぞって言いに来ただけなんですから。私をどうぞなんておかしいみたい。やだ。変ですよね、私。お礼なんて、私が勝手に押しかけてきたんですから。それじゃあ私、自分の部屋に戻ります。今日は一日、どこにも行かずにそこにいますから。お邪魔しました。はーい、タクト。持っててるかーい。おやま、なんだか余裕だね。じゃあどうしよっかな。このまま帰っちゃおっかな。なんてね。最後に心に染みる名台詞の一つでも言ってやろうかと思ってたけど、やっぱやめた。タクト、舞踏会のパートナーは私にしておきな。それが一番いいよ。礼を言われるようなことじゃないよ。私もあんたと一緒に過ごしたいだけなんだから。私は自分の部屋にいる。用があるならおいで。じゃあね。失礼します。
あの、タクトさん、私も舞踏会に参加するのですか？はい、わかりました。はい、少し賑やかな場所は苦手です。ですが、私、タクトさんと一緒なら踊ってみたいです。すみません、余計なことを言いました。部屋に戻ります。もしタクトさんさえよろしければお待ちしています。今度の舞踏会にエスコートする方を探していらっしゃるんですよね。というわけで、これをどうぞ。やだな、違いますよ。よろしければエスコートを申し込むとき、この花束を相手に渡してあげてください。話を聞いてココと町に出て買ってきたんです。何言ってるんですか。女性を舞踏会に誘うんですから、これくらいビシッと決めなきゃ。そういうもんです。お渡ししましたからね。これを持っていけば絶対大丈夫ですよ。はい、いってらっしゃい。頑張ってくださいね。Thank you.